もう奇妙な話なんだよ。それはそう。その奇妙さを問題にしたらこれちょっと成立しない。ないんだけど、まあだからそれは奇妙は奇妙なんだよね。奇妙ですね。先ほどスペイン語でエッジ言わないって言ったので、ハとアって結構近いじゃないですか。そう、はいはい。なのでアとアも認識しやすい。肉体の話もね、またそれとまた成立しない話になっちゃうんだけど、死んだ後ね。分解するとこれ大変難しいわけだ。そうですね、まあ、みんな残そうとするから、うん、これは犠牲にしてこれだけをどうするとかね、うん、それがあるの。でもう一つの問題はね、やっぱり保存の仕方をね、どうすんのっていうのがもう漏れすぎ無茶な話をしてるわけ、うん、結局それが決まっている、まあ、決めてるんだけども、うん、実現するのは大変難しいの。もともとだって別れてないですね、体は。一個もそう、うん、まあそうなんで。だからこう、いろんな都合、概念で切り分けていこうって話なんで。まあそれは自動車をね、ばらして、何万パーツだとかっていうのは全然違うわけですね。まあもともと自動車はパーツの集まりですしね。うん、体はパーツの集まりじゃない。名言ですね。まあ、わかんないですね。でもさ、さっきパーツになった、はい、こう、ダンサーの、はい、混沌時代の話がありましたけど、はい、概念とかで切り分けていくことっていうのが、実は機能しているんだっていうのが、今日の話で結構面白い話。だからそれをまた、まあ、話があれだけど、続き話になるけど、それを僕は地平と言ってるんだ。なるほど、なるほど。そんな地平があるよね、通り出しになるみたいな、うん、荒木さんはどうでした、今日も。いや、今日もなんか何に反応してんだろうと思って、まあ、仕組みをしてたんですけど、何の音に反応してるの、ピックアップして出てくるのがすごいなって、その規則を探そうとしてたら途中眠くなっちゃって、でも、こう一番その 動機の話が僕はすごく面白い、まあ、そのなんでガリバーさんが、まず僕としては今回のこのイベントもなんでこれをやろうと思う、僕もまさに本当に逆なんですけど、なんでこれをやろうとされたのかなっていうのもありまして、なんか僕なりにこう考えなんですけど、その体のパーツを残すとか、その何か表現するっていうのがやっぱりどこか、あと言語にもなると思うんですけど、寂しさが根底にあると思うんです。誰かと分かち合う。そういうことね。あ、寂しさっていうのはそういうことですか。で、僕は思うんです。僕はそう思わない節があるんだよね、寂しいっていうのは。でも一人でただただ寂しい言うだけですね。でも二人でも寂しいっていうか、でもみんな孤独じゃない。でもやっぱり誰かがいると話したくなる。そうやそうや、話したく。もう一つね、話すっていうどういう時に話すのみたいなのはあるような気がしてね。なんかそれって多分どういう時に作品作る。まあ、それと似てるのかもしれないなと思って、ね、ちょっと聞いてもいいかな、ちょっとじゃあ西村さんは、みんなそのテクニカルなことがあまりにも多分わからないと思うので、そのテクニカルなことのどういうことを捉えていたのか、何が起こっていたのか少し最初はガリバーさんからハって言葉を認識して、その言った言葉の画面だけ一瞬出てほしいっていう話をいただいて、で音声認識ってなんか例えばなんか Siri とかもそうですし、Android でもなんかマイクボタンを押すと喋ると文字入ると思うんですけど、それを伝えたらいいんじゃないかと初め思ったんですけど、それ大体入れると全部インターネットに行って帰ってくるんですね。でタイムラグがあってパッて言った瞬間になった後に認識して帰ってくる、これはダメじゃないかということで、その次にそういう音声認識エンジンっていうのがありまして、それで言葉を入れて認識させてみようと思って、でガリバーさんに喋ってもらったんですけれども、あんまりきちんと言葉で認識きれいにされなくて、そうするとうまくいかないよねっていうことになりまして、もうそうしたらもう歯のほとんど波動って言って波なんですけども、
な、これ波の波動を見て、それで歯を抜き出せないか。なので音がこうビューって入ってくるのを見ながら、ここなんか高速で計算して、歯みたいな波があったら、こっちをオンにするっていうプログラムにしてみようっていうのをやってみたんですけれども、なんか音が、いろんな音入ったりとか、反響したりとか、いろんな波入ってくるので、そんな簡単に歯は抜けたかったりする。だけど、まあ、たまにうまくいってるのもあったり、ちょっと違うので出てたりとか、そういう感じで出てるっていう感じです。理想としては、最初何回か言ってもらったり、歯って音を入れてもらって、その歯に合わせたような音はちょっと出る。今も僕が歯ってのはちょっと一瞬出ましたけど、そういうのは出るって感じにしてみるっていう。なんか面白いなと思った、その歯を抜くっていうのも、もう口のあの歯を抜くってダブルミーニングだなと思って、話してるのにどんどん歯がどんどん抜けてくる。それはね、いろんな人に聞かれましたよ。歯を抜けたんで、それは歯のことですか。すごいライブ、ライブで。大技だね。ポキ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 で。そうですね。面白いなと思って。なんか日本語の特徴は結構ね、あるのかなってことを分解したような表記法がないから。え、日本語は音を分解した表記法ですよね。いやいや、でも、おっしゃってたように、文字は抽象的だと。実は関係ない。音と関係ないものが、だってほら、音が。あ、そうか。はいはい。だからイメージにどっちかというと、よる。僕はジョイさんの話を思うんだけど、ほら中国語僕全然わからないんだけど、漢字で、まあ、うん、意味を、はい、まあ、僕なんかはわかるでしょ、はい、で、あれこう音でさ、いろいろ、まあ、僕なんかはわからないから、あれ表記の仕方も、音の表記の仕方もあるのかもわからないけど、あれでよくさ、同意義語とかいうのもあるだろうし、よく、まあ、文脈ですからね、難しい漢字がわかるなみたいな。いや、もうものすごい、テピカの言い方したら、あんな簡単な言葉で、あんな難しい漢字がわかるのみたいな感じなんですよ。そうですよね。アイビオだったらさ、まだ、ああいうビオだとわかるんだけど、単純な音でこう上がったり下がったりとかいろいろあるようでしょ、はい、あれでもって、あんな難しい、何画かもわからないような字がよ、よくわかるな、みたいな。うん、別にそうするとつながってるんだけど、そういうつながり方はしてないんだろうけどね、結局は。だって、詩とかなんか言ったらさ、もうそれだけで意味が分かるわけでしょ、はいはい、なんかある種のこの漢字がつながってるんでしょ、結局。きっとそうでしょうね。だから、一音で漢字につながってるわけだ、まあ、いわば。はいはいはい、これはとんでもない話だなと、まあ、言いたかったらそういう話なんだけど。要するに、海外の人からすれば、日本人もそうだと思いますよね。日本語もそうじゃない、はい、だけど、なんとなく、あいうえおでさ、あいと言ったら、あいっていうんであって、あーだけで、なんか。でも、中国語も似たような表音があるんだよね。まあ、そりゃそうだね。だけど、なんか、もう漢字使ってたんだけど、なんか、なんで書くな、みたいな。まあ、バーッと言ったらさ、おかしいな、と思ったり。ハングルがあるじゃないですか。真逆に。そうですね、音だけの。音だけに。あれ、すっごい手掛かりがあって。イメージが。こと言ってて、書いたらものすごいよみたいな、ね、あの感じでしょ、感じだから。しかも意味があって、こっち側は米で、こっち側はなんとかだから、なんとかなんとかって言いながら、それをパーッとか言ってもう、一発で言ってるんでしょ、結局。そうですよね。あれ不思議でしょうがないんだな、俺。逆にこう、中国人がよく聞き間違える言葉とか、ちょっと知りたいですよね。まあ、同音意味というのは結構あるんですよ。ありそうですよね。なんか、あれだけ、その、短い言葉が多い言葉ですよね。のに、まあ、と思うんだけどね。だって、そんなに発音の種類ないでしょ。パッタって、パーっていうか、なんとか知らないけど。それでもって、あんな、十五学みたいなものを一発でバーって言うんだからね。すごいよね。でもさっきの都の話で僕思い出した漫画があって、はい、見つけたので、はい、シェアして、はい、言えますか、ちょっと誰が気になるの、新しい字を発明しました、どう読むのかね、いいそのまんま言ってる、あ、はい、これ漫画だから
成立する。ああ、わかります。これ、はいはい、読めない字を、そのまま。いい、いいですね。めちゃめちゃいい。今日あ、吉田選手だ。吉田さんそうそうですね。で、逆に新しい歯を作りたいというのは、そういうことですよね。その、そうそう。漫画だから成立する。吉田選手はコンセプチャーそうですね。僕は、この間、西川さんにも書いてもらったのは、印とか記号とかね。うんうんまあ、形ですよね。あなたには、なんかね、あの音とね、歩みをとね、はい、似てるような気がして、なんか、こういう三角書けばいいというか、ああああなんか、ね、そういう、なんか、こう、いろんなものが、こう、エレメントとしてあるっていうか、うんうんうん、そんな感じが、ちょっとしてたところがあります。うんうんまあ、そういう意味で歯を新しく作る最も適任はあのガリバーさんかと僕は思ったんです。その記号を扱っていますし、こう 歯をもう全部ここで捧げちゃって自分のものではなくなっていっているわけですよね。そうすると、まあ、そういうわけではない。ない。あ、自分のものだからあげられるんだから。まあ、でもあげるというのは自分のものでなくなって人のものになるというわけではないんです。結果的にはない。結果だ。結果だ。結果。まあそうですね。その結果の中で。自分のものじゃないものあるじゃん。あ、そうです。それ、あの、泥棒です、ね。うん、まあ。あ、でも人の歯とかをあげちゃっても面白い。でも、ガリバーさん、この仕掛けは、ガリバーさんはそれで失うものはない。うん、失うものは歯を失うわけではない。そうなの。うんうんうん。抜かない限りはね。あの、失うわけじゃない。あげるっていうことはあげる。そうですね。でもこれもなかなか、まあ、確かにう、ね、うん、だいたいあげるとなくなるって言うんだけど、なくならないよ、ね。あ、いいですね、いいですね。それなんか理想の言うと、ん、誰かがね、あの、なんかね、えらい荒っぽい話だけど、僕は、まあ、本当荒っぽい話よ。象よみたいなことをね、どっかで無意識に興味持ってるんじゃない。象よ。象よ、ね。プレゼントするっていう、うんうん。あ、そんな気はしますね。あ、そう。はい。え、でも何もあげない。うん、まああげて経済的に言うと、うん、あの割とこうなんとか成立してないとか。でもそれは完全に物質的な価値観の中で。だけどあげるっていうのはさ、例えばあのあげてなくなるものっていうのもあるけど、うん、あげてなくならないものっていうのもなんかありそうでしょ。と思いますよ。まあ、情けは人のためにならずとは言わないけど。はい。いや、ちょっと意味が違う。今、意味ちょっと僕は、あれって言っちゃいましたけど、勢いを下げて。いや、贈与って言った場合には、やっぱりそれは失うんだと思う。なんて言ってもいい。贈与って言ったら。贈り与える。ですよね、贈与。だから持ってるものがまずあって、それを、だけどなんか、まあ、これは、いや、まあ、全然話違って、言葉だけの話で、ゾクロっていうのはもう完璧に返ってくることが前提らしいから、うん。うん、だそれは瞬間的に同時に行われたら減らないっていうか、そうですね。まあそういうことなんですね。なるほどね。だけど僕は、あの、彼が言ったように、言葉をあげるって言って、発音をあげるっていうのは、減るもん、減らないからね。いいですね。まあ、そういうものもあることはあるんだよね。感謝とかに近いかなと。ありがとう。いや、感謝が減らないです。でもなんか、あげたら出てますよ、ね、あ、まあ、そうですね。ちょっと、あげるっていうことの定義が、ちょっと曖昧なまま会話進んでますけれども、うん、まあ、あるいは定義をする行為だったのかもしれないですけど、まあ、でも、あ、そうです、うん、あの、減らない、あげても減らないものっていうのは、あるかもね。愛情なんかもそうだよね。あげるっていうのはプレゼントってこと。英語にしてるから、ね、プレゼント、うん、あ、ギフト、プレゼント、まあ、ギフトってなった、ギフトってなってましたね。うん、でも施しみたいですね。そうです、ね。プレゼントに限らず、愛だから愛情って言いたいね。愛情そうじゃない。そうですね。あ、なんかね、あげるとは言わないけど、そうですね。愛情はあげないかな。あげないね。愛情は与えるみたいな表現ありますよね。あ、そうですね。でも注ぐ愛情を注ぐ。まあ、与えるような感覚もあるよね。作るっていうのもあるけどね。うん、メイクラブっていう。すごい言葉だなと思うんだけどさ。確かに確かに。メイクラブっていうからね。そうですね。でも、その、だから減らないのも面白いなと思うんですけど。そういう意味ではこう、パラダイムシフトでもありますよね。その、上げても。
別に減らない。で、減らないと逆に増えてる可能性もあるぐらいの話だよね。そうです、ね。まあそうでもないか、物的にはそうかもしれない。ちょっと減らないってことは、上げて減らないってことは増えてるかもわからないっていう。まあ増えてるんじゃないですか。多分言える。うん、だからその詐欺不正法の新しい表記を作るっていうのも多分増えることになるけど、そうですよね。それにまあ近い。それ詐欺不正を納得してない人か。あ、いました。あの受け付けますよ。え、ちょっと違う話なんだけど、歯をいただいた、もらった方はどうしたらいい。受け止めてなんかプレゼントとかもらってもいいかと思いますけど、結構どうしてるんだって思ってらないの。売っちゃえばいいの。売っちゃえばいいの。これあのガイバーさん、ああ明日はやるという言い方がちょっと生物試験じゃない、難しいですね。じゃあ歯、今の歯はだから権利関係だね、もらうことになってる権利を売りますみたいな。それは権利ですよ、歯じゃないです。権利を売ってる。ああ、なるほど。まあ、それ、ちょっとわかんない。非常に複雑な話になってきますよ、その権利の話。だけど、まあ、本当に彼女が言ってるように、もらってどうしましょうってなるよね。よくないのも、よくないのもくれるんじゃないよ。まあ、そうですよ。それは愛も一緒で。難しいやつ。愛か。まあ、余計なもの。余計なもの。そんなもんやらない。そんな愛はいらない。そんな愛は売っ払っちゃうぞ。転売。なんか今日お話聞いてて、もらった方はどういう風な演技をしたらいいんだろうっていう風に考えちゃう。演技？なんかこんにちはとかありがとうとかそういう言葉をもらっても、やっぱり返さないといけないかなって気持ちになる。やっぱり罪を知らない人からこれ。例えばね、はい、ちょっと、まあ、あんまりいい例じゃないかもわかんないけど、うん、なんか絵を見るとしてますよね、はい、見た結果みたいなものがもしあるとしたら、うん、それをどう処理する、うん、処理すると言っちゃなんだけど、なるほど、どうそれどうしましょうねみたいな経験ってこと。いや、まあ、ただそれはなんていうか、うんうん、でもなんか理解言わないけど、理解もされて絵を見て受けたものがあるとしますよね。まあどういうことにするか、それをなんかどうするのみたいな。うん、まあいいか悪いにしてもね。誰かに返したいっていう気持ちがすごく起こったりします。うん、まあそれもあると思うんだよね。それはあると思うね。それ見た時にそれどうするのみたいな、なんか。何コピー出したらいいのみたいな。いや、ジョガン。ガリバーさんご自身に当てはまるんですか、いろいろこれまで実は受け取ってたから。いや、僕はそういうふうに自覚したことはない。そうですか、うん、なんか、勝手に処理してるんだろうね。処理ってなんだけど。だから、あこれもらったからどうしましょうというふうには、ちょっと止まってないわけだよね。無自覚に。やってるんでしょうね。処理どっちかいい処理というか、何かもらってるって感覚があって、うん、それをなんかギフトという形にして返してるっていうことではない。まあそうだから、そういう意識がまあないんですよね。うん、ああいうふうに言われると今みたいなことをどうなんでしょうって言うんだけど、本人はそれこそあんまり意識してなくてみたいなことかなと、まああなたが聞かれてね。はい、それだけど、もらったっていう言葉も相当広い言葉になるよね。もらうっていうことは、どんな、ねえ、そうですね、なるよね。まあ、勝手に持ってきやがったみたいなこともあるかもわかんないし、あるかもね。くれてどうするのみたいな、ね、まあ、変な言い方だけど、いろんなことあるんだろうかな。うん、シウ族だったか、インドの、あのあインドじゃなくてアメリカ原住民の種族では、何か相手のいいものがあった時にそれ素敵だねって言うと、はい、そうなんです、うん、であのそれは断ってはならなくて、うん、あなたの馬いい馬だねって褒めたら、うん、あげる義務があるっていうのにちょっとまあ違うけど、うん、もうあうん勝手にもらうっ
ていうこと行動が、うん、あのもらう側からせあの成立する。僕がガリバーさんの歯はいいですねとか、歯はいいですねって言ったら、なんかいや知らないけどさ、知らないけどって言うしかないんだけど、あの神様は、まあ神道かもわかんないけどね、はい、神様もいろいろいるから、うん、神道っぽい神様っていうのは結構それっぽいからね。ああ。似てはいないんだけど、ふとした感覚が。ああ。なんかねって言ったら、頼んでっていう感じのとは、なんか、なんか知らないけど、そういうやりとりをやってるような気もしないでもない気もするね。確かにそうですね。あれも一種のやりとりっていうか、もらったりあげたりってあげたりってことはないかもわかんないけど。まあ、でもお賽銭とか、あるかあるかもしれないですけど、ね、うん、なんか。今日撮りながら思ってたら、ガリバさん面白いのやっぱり、何かおっしゃるんですけど、いや知らないけどねって否定してドラマに撮るんですよ。卑怯だよね。同じ聞いてるようですが、全否定最後にされるので、うん、こっちもバロメーターがあってまた落とされるみたいな。ああ、いや、まあちょっと卑怯かわかんないけど、実際時間で喋っててっていうか、どっちも本当だっていうかね。そこの攻め合いが。まだそれをね、その。まあ、一種のそういう、なんかこう流れの中でね、そうすると、まあ、一種の効果が上がったのとかって思ってなくても何でもなくてっていう。いやいや、あそこがテクニックって言うの？わかんない。こうやって毎日使うよ。そうですね。確かに。確かに。信用がついてる。いいなと思いました。あ、そうですか。もし贈与、なんかそれも贈与にちょっと関わってくる。ああ。知識をこうね、伝える。振りをして、振りをして、ちょっと回収して取り消す。あ、だから歯も実は回収する、してる。あげといて。あげてみんなが歯って発音すると回収してから。あげてる手で回収して。はい。歯の一音を上げるって時に、はい、なんていうか、分けるっていうよりはずっと上げるっていう感じです。分けることはだいぶ多いんですか。まあね。そもそもそのね、歯を上げるっていうことは、さ、何でも上げるっていう言い方は何でもつくんだろうけども、実際それこそどういうふうに使ったらいいんですかみたいなことも。含めてというか、どういうことですかということもあるよね。まあ、僕は色も変だけど。まあ、そうです。だけど逆に言ったらそういうことで、肉体のことを狙ってる節もあるんだ。肉体のボディの場合は、文字通りそれをやろうと思うとできるって文字として。いや、だけど、肌って上げることもできると思う。ロシつけてあげるっていうわけにはいかないけどね。その箱に入れてあげるとかさ、それは無理だけど、あげることはできそうな気もどうですよ、うん、言葉として。僕はこれがいいよ、歯っていう音はみんなあります。うん。あげますっていうのは何だろうね。うん、あ、でも、あの、つながるのは何だろう。なんとなく、うん、だとか彼女みたいにもらってどうしましょうっていうでしょとか、この人大丈夫かなみたいなのあの受け止められ方はしてないですけど、夢の展覧会みたいな感じの、うん、なんか、うん、ある構造を見てるかもしれない、うんうん、そうですね、あの、うん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 、まあ、構造がね、いやでもなんか物本物何かの物をもらうよりは迷惑じゃない。邪魔に、あの、邪魔な、邪魔な、邪魔な、美術作品よりだいぶ楽かもしれない。美術作品もらうとすごい大変。でもやっぱりもらったらそれをじっと見て意味を考えてしまいますよね。例えば20万円もらいますとか、いただいた時にこの20万は何だろうみたいな風に、その価値とかをすごく審議しようとしてしまうから。20万円の価値以外の価値ってこと？以外の価値、20万円には価値が決まってると。あ、そうだけど、なぜこれを私はもらう権利があるんだろうとか、なぜこの人は私に20万円をくれたんだろうとか、これ何かをじゃあ期待してお返しをしなければいけないんじゃないかって多分普通考え、まあ、だけど小麦方どうだろうね。僕意外だけどさ、
自分の命もなんかもそうだろうけど、まあいいんじゃないですか、もらっとけば。いや、それでね、その、これでどうしましょうとかね、なんでプレパックしようとかって考えないで、まあ、もらってこうみたいな感じで、どうだアニアの提案は多分、いや、お金もらうのは割と楽ですよ。お金もらうのは割と楽ですよ。よくなんかメールとかで、あなたに何千万差し上げます。あれ詐欺じゃない？ちょっと待って、それは詐欺じゃない？そういうフレーズとしては、そういうことなんてあるじゃない。でも、ガリバさんいつも、もらっとけばいいんだよ、みたいな破壊的なメッセージを今日。それはまずメッセージの段階だからね。え、でもお金ってみんなが共有してる価値だから、その人からこう渡された瞬間にその人と切れるじゃん。で、いろいろ使い道があるし。じゃあこのガリバさんの歯はそうだよね。歯はやっぱりちょっと違うもん。ちょっと違う。あとはそのいわゆる美術作品とか、本当に宝物とかを実際にもらったりすると、そっちの方が結構大変だよ。例えば国宝とかもらったら大変だけど、ね、国宝を国のために維持しなきゃいけない。そうですね。お金を。でも歯はだいぶ楽です。持ってます。あれベースは日本語の文字なんでしたっけ？まあ一応日本人だし、ね、そこに行くよね。そこ、ね、からわさっきみたいに言ったみたいにロシア語でこういう音があるけど。だから僕も真似できるかもわからないから、そうそう、音としては僕も出すことができるから、うん、上げることもできるということはあるかなとは思うけどね。いや、なんかね、日本語にない音のことに今日お話伺って、うん、そうそう、思ってましたけど、僕もだから、まあ、興味としてはいきますよね。うん、ちょっと違う。でも、あんまりガリバーさんは発生しないから、日本語以外は。うん、だから、ラジオ体操みたいにね。やれば、まあ、出るだろう、言葉にならないんだけどね、動きは自然じゃないけど、日本語にない音もらっても困りますよ、ね、うん、自分の使えない、使えないし、でもさっき新しい歯がもらえる新しい歯がもらえるかしら、それを喜んだ、うん、逆に本当にでもさ、日本語じゃないのもらった方が良くない？嬉しいですね。だって別にもらうまでもない。もともと持ってる。いや、だから僕は何が言う意味はね、僕が挙げたというか、歯を、まあ、彼はまだ全然もらってないわけだけど、うん、っていうか、もらってないというか、そういう、ね、ことになってないわけだけど、うん、その歯をどうしようじゃなくて、もらったっていうことの問題なんだろう、うん、という気もしそうよね。うん、それがもらったっていう。もらったって何のことなんだ。いや、あのとこはあげたって言ってるけど、もらったってね、うん、いやいや、まあそういうことでしょ、結局ね、なんかわからないわけだから、まあ僕も思いますけど。でもなんかその彼女が言ってた、その。元気をもらったなんて、わけわからないんだからね。元気に言うと、言い出してたんだよ。あれなんだよ。え？いや、いろいろあるよ。あれ、俺のわからない言葉なんか、元気をもらいましたって。なんかのしつけてみたいな感じでしょ。あげてないし。あげてないしみたいな。勇気はありません。そうそう、なんかね。あ、お返ししなくちゃみたいな。あるある、そういうの。あるよね。特に面白いのは、ケーキをもらった。ああ、なるほど、確かに。なんか言葉として今はどうもあるのかな。そうですよね。あれは何だろう、なんか美味しいもの食べさせてもらってエネルギーをとかっていうわけでもないわけでしょ、全然違う。そうですね、そもそも。そもそも元気ってね、どこに貯めてるんでしょうってなってる。え、元気ってどこに貯めてるんだろうとか、もらったところで。なんか、元気入ってたんですか、なんか空気に入ってたんですか、みたいな。何色でしたかみたいな。あ、なんか。その言い方はあるんで、確かに。あれはね。まあでも、鼓舞されるみたいな。まあそういうことでしょうけどね。まあでも鼓舞されるって言えばいいですよね。鼓舞されたって言うから、もらっとって言うんだよね。そうそうそう、もらったって言うんだよ。でもどんどん表現が貧しくなるけど。いやいや、こっちは豊かになるよ。あ、豊かになる。豊かになる。もらったって言うね。言いますね。もらいなきとかありますね。あ、それはあんまり言わなかったんだ。
うん、なんか聞きたいことありませんか。まあ、よく拝聴していただきました。日記にマック書いてくださいみたいな。そもそもそういう発想が出たのは何なんですか。歯を上げる。ああ、それはね、ちょっとしゃべりましたけど、その奥村君って人が、僕が昔から73年からやってた、僕の死んだ後に僕の体を80に分けて知り合いの人にプレゼントするというのを、まあ、僕ずっとやってたって変だけど、もう43人ぐらいと、まあ、契約してるっていう契約書があるんですよ。死んだ後こうしますと、でいやそうしますというのがありまして、それを彼ら知りまして、私にそのコンシャスネスっていうか意識をもらえないかって言い出したんですよ。それをここで公開なんか、の話で彼がやってきたんです。意識を上げるって僕にとってみたらちょっと死んだ後に意識がっていうのはどういうことなのかわからないところもあって、いろいろ考えて、まあ、やり取りもありましたけど、インターネットで。で、その時に、まあ、ふとという言い方は変ですけど、ふと、その、喋ってる音を上げることができる、できるんじゃないだろうか、と、こう、そういうふうに焦点を結んでしまったんですよ。で、それで彼には、もっという音を、あなたに上げると。という話から始まりましたね。っていうのは、まあ、理解してもらえるかどうかわかりませんけど、経緯なんです。だからまあ、あえて後から言うと、生きてるうちに、なんか、あげられるものじゃ変ですけど、まあ、そういうふうに発想していったわけじゃないんですけどね。それをあげるには、自分の所有権は自分にあるということが前提ですけどね。まあ、そうですよね。だから、僕の発想するあは、所有権とは言いませんけども、僕が左右してもいいかなと言えないですかね。いや、その、あという音というか、その音っていうのはどれを言うかわからないけど、ね。まあ、あくまでもガリバーさんの、発音ですよね。発生した歯。発音ガリバーさんが、これから死ぬまでに発生する部というのを挙げますと。全部あげる。ほうと言うしかないんですけど。声優とか朗読って多分著作権みたいな感じで触れますよね。その歌喋ったこととか歌った声のこととか触れるので、そういう意味では何か持っていて、まあ、売ってもいいしあげてもいいしできるんだと思う。よく思われるのはね、ちょっと違う話だけど、違うでもないんだけど、ヨーロッパではね、ヨーロッパで生きる話だけど、ヨーロッパではね、僕、肉体の話するんでしょ、はい、いくらで売るんだっていうか、いくらとか言ってきますね、はい、まあ、だから、なんかあげるとなると、いくらだと、まあ、人によりましょう、よると思いますけどね、いや、違うんだ、プレゼントするんだと、はいはい、言うと、おっそうってなるっていう感じで、まあ、大体聞きますよ。ああ、そうかもしれないですね。僕に売ってくれるんだよ。なるほど。うん、それは売るもんじゃないでしょ。おふくろの許可を得ずに。冗談です。おふくろの許可いりますけど、それなっていう。まあ冗談ですけどね。いや、まあ、だからそういう気持ちあるから、あげるっていうことにはね。そうですね。うん、まあ。パリの空気詰めじゃないけども、うん、まあ、最初のものっていう、まあ、あれはあれ、ちゃんとフィジカルな。そうですね。まあ、一応、あることは。まあ、まあ、それだけで、パリで、来たらパリの空気詰めなんですね。そうですね。ただ、何バカ野郎っていうのは、穴掘って言うとかいうのあるんだよね。なんか、むちゃしたら、相手に対してやるんじゃなくて、ツボとか。ツボとか、穴掘って、バカ野郎って、ポンってね。埋めてきましたみたいな。まあ、まあ、面白いですね。うん、まあそれほどでもないけど、まあ面白いよね。それほどでもないよ。あなたのなんか作品にね、
穴埋めたやつを掘り出してきて。あ、それは別に。全然音ではないから。フィルムでっていうのも。なるほど。まあでも穴掘るのはまあ面白いと思います。放射能で現像。はい。観光っていう。観光ですかね。はい、まあ、観光だったらこうじゃないよね。だけどバイブレーションはないよね。まあ、ね、波動なの。寒波。寒波だね。寒波ですかね。うん、したものを現像して写真にしたっていうんでしょ。うんまあ、写真とも言えるかわからない、ね。あ、そうなんだよね。まあ、なんですかね。まあ、寒波したフィルムを処理した。なんかでもまあ、神様に向かってさ、こう、発生するものを奉納するんですよ。はい。うん、そういうのは割と、日本のね、古い宗教なんかでも、よくあるから。あの燃やすの人は、あれなの、お金、お金燃やすとか、家燃や、家じゃなくて、あの、いろんなもの燃やして、天国に持っていけたの。あの、前みたいなのもそうだけど、前をあげるか、うんうん。だから、古い宗教ではそういうことは、なんかこう、面白いですね、まあ、本当のように、さっきのバカ野郎みたいな感じで、言霊じゃないけど、言葉とか音とかに対して、物のように扱った感じはあるから、うん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 、そんなに確かに昔かもしれない。なんかそう、すっきりしたりするかもしれない。うん、なんか落ちるみたいな言い方するじゃないですか。うん、払うとか、ね、落とすとか、ね。うんうんうん、でそれはやっぱりこう、言葉で落としたりするわけだから、それは多分その彼女が言ってたその後権利とかなぜ私はこれをもらう権利があるんだろうとか義務とかなんかそこがその考え方に立つと多分成立しなくなる気がするんですよ。贈与っていうことが分からなくなるので、そうですよ、ね、例えば歯を捧げますっていうとまた違うものが、捧げてるわけではないんですね。あげてる、捧げるとかあげるとかいうことはね、まああげてるっていう、お経をあげるみたいな感じ、歯をあげる。お経をあげるわ。声をあげる。あれは歯をあげてるの。お経をさ、面白い、面白いな、やっぱり庶民は意味もわからなかった場面もあったんですよ。もちろん。まあ、大体。でもそれを、こう唱えることで、うん、まあ、成就する次第さ。なんか与えてるんですよ。上げてるんですよ、上げるのは上げるわ、声を上げるっていう、こう大きな声出すって意味を上げるのと思う。いや、大きな声出すじゃなくて、お経の中に意味があって、それを述べることによって何かしら価値が生まれるっていう。あ、それ声を上げるのと、物を上げるのは元は同じ意味です。あ、そうなの、それがこう細かく分かれてると。元は一つ。だから声を出したらもう上げる。知らず知らずのうちに私たちはプレゼントし合ってるかもしれない。でもね、確かにコミュニケーションしようと思うと大概こ声を出してするから、うん、それ以外の方法がやっぱりすごく限られてるよね。でも例えば目線を上げることももしかしたらありえますよね。私の視線を、コミュニケーションの大体が言葉で返しているように理解してますけれども、実はそうではなくて、多分7割ぐらいは視覚的な仕草とか、目の合わせ方とか、笑顔とかで成り立ってて、多分電話はそれがないから。でもそれは曖昧なコミュニケーションもそうなんですけど、具体的にいろいろこう、確かめ合おうとすると、言葉とか声とかが結構大事。まあ、まあ、大事だと思うんですけども、そういう意味においてこう瞬きを上げるとか、こう私の笑みを上げるみたいなものもちょっと近いものがありますよね。その合図するみたいな。そうですね。コミュニケーションの一部を上げるという。だから多分ね、その概念で言うと、こう遡って古いところに行くと、だから漢字が違う漢字がどんどん与えられてるだけで、もっと根っこはもう大体。同じだと思う、まあ、そんなに多様な意味がなくて、うん、例えばそういう感覚はもともとはすごく強くあったのかもしれない。声を出したり、
時間も時間なので、とりあえずこの場は一回お開きにします。まだあの場所を開けておきますので、直接お話をしておきます。ありがとうございます。